世界幸福度報告世界幸福度報告は国際連合の持続可能開発ソリューションネットワークが発行する幸福度調査のレポートであるこの調査における幸福度とは自分の幸福度が0から10のどの段階にあるかを答える世論調査によって得られた数値の平均値であり主観的な値である報告においてはこの幸福度を GDP や健康寿命を含む6つの 説明変数を用いて、回帰分析し、各説明変数の寄与を求めて分析している。初回の報告書は、2012年4月に出版された。第2回報告は2013年になされ、以降は、毎年発行されるようになった。日本は2010年代前半は40位台を、キープしていたが、後半には50位台に転落しており、2017年から2020年は、 毎年過去最低を記録していたが、2021年は回避した。データでは150以上の国や地域を対象としている。それぞれの国の幸福度は0から10の値からなる、各個人の回答の数値の平均値である。説明変数は人口あたり、GDP 社会的支援健康寿命人生の選択の自由度寛容さ、気まの良さ腐敗の認識の6つであり、 回帰分析で得られるこれらの説明変数の幸福度に対する寄与が与えられている。なお、下表におけるグラフは寄与の値そのものではなく、各項目ごとに最低の国よりどれだけ良いかを示したものであり、従って最低値は0となっている。ありがとうございます。